おはようございます。えー、今日の話は、桜井秀則さんの愛嬌で運を上げるという話です。えー、運命の女神を、運命の神をですね。女神とするならば、えー、女性に嫌われない生活をすることは、まあ、日常でもですね。運を上げることになるんだよと。えーまあ、日本では、天照神様が女神様ですね。 でマイナスの癖をなくすことそれにはです、ね、マイナスの癖をなくすことがとっても大事だよという話です。まあう話気をほうへん褒められたりです、ね、けなされたりという気をほうへんが激しいと言いますけれども人のことをけなす癖はやめたほうがいいとそれから好き嫌いの感情特に嫌いの感情はですね、えー、しかめ面など顔に出てしまうあるいは雰囲気に出るよとあるいは食べ物の好き嫌いもです、ね、健康音に関係するんでよしたほうがいいよと。 利害特,質特に損得、ね、にこだわる人は、えー、ピリピリしてです、ね、周りからあのそういう人から去ってしまうよと、まあ、勝ち負けも同じで,です、ね、勝負にこだわるというのも、まあ、ピリピリしてです、ね、人が去ってしまうよとで,、まあ、ですからこの与えることをやった方がいいよということですねギブアンドギブそれから愛憎、えー、憎しみの感情が癖になるとです、ね、必ず告げ口をしたりしてですね えー、まあ周りかそういう人からもですね周りから人が去ってしまうよという話ですで人に嫌われない人好かれる人にはですね愛嬌があるとで愛嬌というのはですねもともと愛行と言いましたこれは仏教の用語で愛行僧という仏教用語から来てますでその愛される顔つきや人懐っこさが、えー、まあ愛嬌の元になってますなってるわけですねで 愛嬌の反対がですねひがみっぽいとか頑固だとかしかめ面とこにこだわる勝負にこだわって目が血走る、まあ、先ほどのことですよね、えー、ですから、まあ、その反対が愛嬌だよということですでこれと同じ言葉にですね和言愛語という言葉があります、えー、和言愛語繊意縄文というふうに続きます和言愛語これも仏教の言葉ですね和言愛語というのはですね 穏やかな顔つきにこやかな顔思いやること、覚えあるのある言葉ですね。愛ある言葉のことです。で、繊維縄文というのはですね。相手の気持ちを察して、その望みを叶えてあげることですね。だから言われる前にですね。まあ、いわゆる気遣い気配りのようなことですけれども、もやると。 で、特に大事なのはですね、笑顔が欲しければ自分から先に笑顔を出すんだよ、ありがとうと感謝されたければ自分から先に感謝をする。まあ、これが繊維縄文です、えー。愛嬌のある人は人から好かれますという話です。じゃあ今日これで終わります。